せ兄貴、後ろから来るこいつが、ゴールはすぐそこなんだ。どうした、俺の負けだ。それがこの区間レコードを大きく更新するハイペースを生んだんだ。今の俺にできることはやり尽くしたからな。心底ゾッとしたよ。兄貴ならその理由がわかるかな。それこそがプロの領域なんだ。この頃タイヤが不思議な減り方してんだよな。右手だけでハンドルを操作するんだ。左手はシフトレバー。お前にしては上出来だな。いい練習だぞ。それはさっきからほとんどまともに飛んでかない。本当に面白かったの？ゴルフなんて。ミカは絶対超一流になれるよ。プロになるのが目標なんだ。本当に？いよいよ今夜からだな。プロジェクト D の神奈川第三ラウンド。少しでも群馬から送り込んでやりたいよな。俺だけは行ってやらないといけない気がするんです。いつきの言う通りだよ。最終戦だけは行かないとな。よろしくお願いします。プロジェクト D の高橋亮介です。走ることとは何だ。俺にとっては顔を洗うのと同じ日常です。夢。落ち着き払っていて、下手なプロよりもプロっぽいというか。あれれ、ついに降ってきちゃいましたよ。どっちかって言えばコンディション悪い方が俺はいいんだ。コーナーに入る前からどんくらい滑るか分かるから。やはり雨か。あの男には特別な何かを感じる。あれ凌介、ずいぶん早いな。行動最速理論と。コース全域でほとんど止んでいるし、このままもう降らないんじゃないかな。そうだな、ところどころもやっていたけど。今回もあえて作戦は何もない。それができた時、結果は後でついてくる。始めよう。トップスピードは出なくてもハイレベルな技術の応酬になると思うし。精神力の強い男ですな、スパイラルのゼロは。そうした人間の持つあらゆる感情は必ずミスを。俺とケイスケの今回のキーワードは闘争心だ。今日の条件では高い確率で霧が出ることは予想できた。そうなればコースを知ってる地元の方が有利なんじゃないのか。来てる。兄貴が予想した方向に向かってる。明らかに俺は慌てている。今の俺に何より必要なものは集中力だ。霧でも何でも勝つためには使わせてもらうさ。おそらくブラインドコーナーにコースマーシャルを何人も立たせていたんだろう。ありえない。乾杯だ、プロジェクト D。 やりましたね。ああ、本当に成長してるよ、ケイスケは。それでも見えないことの恐怖はすごい。最後は気力が残っていなかった。これは走った当事者同士にしかわからないことかもしれないが、もう一度やれと言われても二度とできない。それに気づくことから進歩が始まるんだ。実に面白い。まあな、これから始まるダウンヒルはさらに衝撃的なものになる。3分の1以上は持たせるな。それ以内で蹴りをつけろ。
が見えたね。え、羽？鳥みたいな白い羽が。そりゃそうだろう、この霧だからな。ペースを上げてきやがったぜ。峠で一番恐ろしいドライバーはあいつなんだ。消えた。よっしゃー霧が出ても決行するんだ、バトルって。コンディションがちょっと悪い方が集中力が出るんで。途方もない快挙だよ。ついに最終戦だぞ。スピードスターズのメンバー全員で応援に行くからな。どうです？さすがだよ凌介さん。どうしてもやらなきゃいけないことですか？やめるべきですよ。凌介さんらしくないじゃないですか。一つだけ条件があります。ここで凌介さんと FC を見たやつがいるんです。嫌な予感がする。いいよな、箱根の霧は。涅槃とはこんなところかもしれないな。香織、俺たち二人のうちどちらかをお前のそばに送ってやるよ。久しぶりだな、凌介。話は聞いたよ。二人揃って行方不明だなんてどう考えても引っかかるよ。兄貴のやることに間違いはない。もしものことなんてありえない。凌介さん、必ず戻る。ありがとう。約束ですよ凌介さん。危険すぎるけど、ここまで来たらもう信じるしかない。3年前かな、俺はある人を好きになったんだ。強いくせに脆い、矛盾だらけの人だったよ。意外かもな、俺のそんなところは。自分が本当にやりたいことって何なの？そんなのは恵まれてるとは言えないよ。夢はないの？凌介くんの夢って何？私ね、親が決めた婚約者がいるの。つまんないジョークだよね香織さん。ならこれから知ればいい。俺は何があっても香織さんを守るよ。終盤に行けば行くほどそれは顕著なものになっていくだろう。ついに捕捉したぜ死神。前を行く白い FC は何者だ？甘いぜ凌介。死神は確信犯でそこをついてくる。うまい、見事だ。いい仕上がりだ、さすがだな松本。死神は本気で。北関東最強と言われたカリスマの復活。俺はとんでもない場面に出くわしてしまったようだ。香織、近くに来て。見ているんだろう。俺はもう心の底からお前が好きだということを。それにしても高橋凌介、それが理論派高橋凌介の真実だ。凌介くん、きっと君は女の子を幸せにするんだろうね。ずっとそばにいられたら。死神は変だ、あからさまに殺気をみなぎらせている。お前は想像以上のドライバーだよ。死神からは逃げられない。本当にやる気なのか。消えろ。
上輪。好きな男がいるんだろう。誰なんだ。パパ急いで着替えなさい。カオリ、どこまで困らせれば気が済むんだ。死んでも行きたくない。FC の進入スピードが速すぎるんだ。それにしても相手の動きがよく見えている。素晴らしいよ、高橋涼介。サイドワインダーの北条豪とは全く面識はない。お前には失望したよ、香里。香里、お前を追い詰めたのは俺なのか。残念だが今の死神は正気じゃない。君に会えてよかった、涼介くん。止められない。香里か。感じなかったか、涼介。直感的に思いました、香里さんが来ているんだと。涼介、お前はバカじゃないのか。あなたが俺を本気で殺すつもりなら簡単なことだ。俺に峠の楽しさを教えてくれたのはあなたですよ。すまなかったな涼介、感謝している。大事な車が擦り傷だらけですね。さすがは高橋涼介。何かが吹っ切れたようないい表情になった。神奈川エリアで最もリスキーなステージでやれるだけのことはやった。どうしても右だな。打つときに右手が強いから曲がるんだけどね。おー